OK です。で、今の言葉起こしも大事なんですけど、もう一個、これ多分撮影してないと思うので一応紹介だけしておきますね。四股踏みを、紹介し、これやりましたっけ、やってないですよね多分、はい、するんですが、普通に四股踏みするとどうなるかっていうと、こうお尻が、骨盤が足上げるのに後ろ向きになってこう向く人が結構多いです。ちょっと四股踏み普通に明明やってみてください。明明本当あまり意識せず、はい、大体こう、ここから足上げるときにこう骨盤がこうちょっと外を向いてしまうか、頭先傾けて足をこうやって上げるか、こういうどっかに分かれるんですけど、多分です、多分四股踏みって本来そういうものではなくてですね、足、ちょっとこう軽く横にこうやってしてください。足の裏がの高さが変わらないように、外行ったら高くなるじゃなくてずっと低いまんま、ちょっとボールでも転がすみたいなイメージでこうしていただいたら、この外にこう低いまま転がって、ボール転がしているイメージのまんまでずっと外に伸ばしていくと足が真横に上がりますね。でゾーンなったんじゃないかなと思うんです。お尻が効いてないとこれできないんですね。こうやって反対もやりましょうね。こうしてて、まあこれはさすがにちょっと体重乗っけないとできないんで、今日の話は無視して体重乗っけていただいて、で軽くこうします。でちょっと慣れたら遠くにこう、ここから上に上がるんじゃなくて遠く伸ばしていって、伸ばしたものが上がっていく感じで足上げて、でドンですね。そうすると外側、お尻に引く四股踏みになっていきます。で足を軽くこう上げてドンってやるこの感じと、今のこの感じからドンっていう感じで、ドンっていう力の感じが全然変わるんですよね。ただこう上げてドンってやると、こっからこう上がっていってドンって落ちるので、足にかかる力とかも全然違うんですね。なのでまずはこの動きができる、この動きができる、でこの動きができたら、ここからこう上がっていくんですけど、頭の位置見ててもらったら分かるんですけど、だいたいこう膝の上に頭が張ったら、こう動いているところから足が上がっていく時も頭の位置ほとんど変わらないまま四股踏みができるんですね。ここからこう頭の位置がこの辺のまんま足が上がっていって、でドン、これをこう頭先に行ってこう上げてドンではないし、足上げる時に結構高く上げようと思ってこうやってる人がいるんですけど、こうでもなくて、ここにあったらここのまんま上げる、はい、といいのかなと思うんですよね。でここからもっと上がる人はもうずっと上がっていくんで、結果的に頭がこっち来るんですけど、これを上げたいからこうやると、この辺の筋肉で足つり上げようとしてしまってちょっと違った力になるので、そうならないように、僕もここまでしか今とか上がらないですけど、でやった方がいい足腰になるんじゃないかなと思うんですよね。で下ろす時はもうこうなんていうか自由なんですけど、あまりここからこうやってやるとかえって力逃げるので、本当踏む時にポンってこうドンってこう力が終わるんではないですけど、こうポンってこう踏むことで姿勢が崩れないように出した方がいいかもしれないです。その方が力が入るというか伝わる。
あ、そうそうそう。これをこう、こうすると多分こうやって踏む習慣がつくから。あんまり力、だからこう踏んだ時にこうすると踏んだ感じはあるんですけど、下がることで力が逃げるので、ふっと踏んだらもうピタッとこう止まる、こう止まる。が大事かなと思うんです。突き出す時もこうついてってこうここからグッとこう押しに行くと、突く力と押す力がこうバラバラになるんで、突く時はやっぱりこうこっちの足はもうここで止まるっていうことだと思うんですよね。で後ろ足もこうふっとここで止まるんだと思うんです。これはこうこう行ってしまったりとか。こうなってしまわないように、もうパッとこう決まるときはもう決まるっていうのがおそらく大事なんだと思うんですよね。そうですね、ゴルフなんかもそうですね。こういくんじゃなくてパン、はい、ぐらいで今日は終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you.